週 WHO は新型肺炎の感染地域から北京を除外しました。今天早晨我就感到北京的天空格外的蓝。しかしここに至るまでには感染者数の情報隠しなど中国政府の当時の対応の遅れがありました。北京では一体何が起きていたのか。今回 NHK は新型肺炎対策の実態を克明に記録した VTR を入手しました。なぜ中国は新型肺炎の急速な感染を防ぐことができなかったのか、浮き彫りにされた課題は何なのか。北京での知られざる3ヶ月間の記録です。こんばんは、クローズアップ現代です。 SARS 新型肺炎の感染拡大が最も深刻だったのが中国。その中国の中で最大の感染地域となりましたのが首都の北京です。昨日現在の数字で感染者の数は2521人を数え、そのうち192人が亡くなっています。初期の段階で感染についての情報が隠蔽され、対応が遅れたことが感染の急拡大につながったとみられています。 WHO 世界保健機関が先週北京への渡航延期勧告と感染地域指定を解除し、そして北京市も制圧宣言を出したことによりまして、新型肺炎は北京で事実上収束したことになるわけですけれども、今回のことで中国の国際的信用は大きく傷つき、中国に大変大きな課題を残しました。今夜は制圧まで3ヶ月間北京で何が起きていたのかをご覧いただきます。まずこちらのグラフをご覧いただきましょう。中国の衛生省が発表しましたその日ごとの北京市の感染者の数です。で、最初に患者が出たことを公表されましたのが3月6日だったんですけども、4月に入りましてもご覧のように公式的には北京にはほとんど感染者がいないとしていました。ところが4月20日になりまして、突然新たに302人もの感染者が新たに出たと発表されたのです。正確な情報が、ずっとない中で新型肺炎の混乱は広がっていました。混乱に陥った北京の病院のこの4月上旬からの20日間をご覧いただきましょう。北京市の中心部にある北京大学人民病院です。ベッド数1100床、北京でも有数の規模を誇っています。4月5日、この病院を一人の患者が訪れました。北京在住の64歳の女性でした。体がだるく、下痢の症状があると訴えました。診察した医師はその症状から新型肺炎の可能性が高いと判断しました。体温が38度ありました。レントゲン写真を撮ると2つの肺がかなりのダメージを受けていました。それで最初は新型肺炎ではないかと疑ったのです。ところがこの2日前、中国衛生省は北京ではすでに新型肺炎の対策は取られていて、さらなる感染の恐れは全くないとしていました。在此我可以负责任地告诉大家，在中国工作、生活，包括旅游都是安全的。在座的各位，戴口罩不戴口罩，我相信都是安全的。当時、中国衛生省は新型肺炎と判断するための基準を定めていました。感染地域へ行ったことがあるかどうか、感染地域から来た病人と接触していたかどうか、その2つが最も重視されました。ここ1、2週間に熱がある人と接触したのか、あるいは北京を離れて地方へ出かけたのか彼女に尋ねましたが、いずれもしていないという答えでした。その報告を受けた救急診療科主任医師の周慶光さんは、64歳の女性は新型肺炎ではないと判断しました。
彼女は最近北京にいましたし、2つの基準には当てはまりませんでした。そこで私たちは彼女を新型肺炎ではないと判断したのです。64歳の女性は通常の肺炎と診断され、4人部屋の窓際のベッドが与えられました。女性はその10日余り後、新型肺炎で亡くなりました。病院側が何ら有効な対策も取れずにいる間に、新型肺炎はここから病院内に広がっていきました。次々と医師や看護師が高熱を出して倒れました。その数は93人に上りました。新型肺炎にかかるなんて想像もしていませんでした。本当に意外でした。当直の時に感染してしまったのでしょう。あの頃熱がある患者がとても多かったですから。でも患者が新型肺炎だとは思ってもいませんでした。この治療室で点滴を受け、新型肺炎に感染したある男性は当時の病院内の様子をこう語っています。治療室は満員でした。でも看護師からマスクをつけろとは一言も言われませんでした。中国衛生省が北京は安全だと言い続ける中で、人民病院は急速に新型肺炎に侵されていきました。黒板には当時入院していた患者の病名が残されています。そこにはただ肺炎とだけ記されていました。当時は新型肺炎と書くことはタブーだったので肺炎としか書きませんでした。しかし実際は皆新型肺炎だったのです。4月11日、人民病院の院長は中国衛生省から初めて新型肺炎への対処法を伝えられたといいます。この時感染対策をするには防護服などが不可欠だと初めて伝えられました。そこで急いで買いに行ったんですが、もう何も手に入らない状況でした。自分たちで作ることも考えたんですが、その布さえ買えません。人づてに頼んでもどうにもなりませんでした。医師たちの身を守るのは手術用の薄い白衣だけでした。私たちが着ていたのはこれです。病室に入る前にこれを1枚だけ着ました。あとは使い捨ての帽子をかぶりました。でも感染を防ぐための眼鏡はありませんでした。思い出したくもありません。まさに悪夢でした。最悪の場合、医師や看護師全員が倒れる恐れがありました。精神力だけが頼りの、まさに肉弾戦だったのです。4月20日、中国衛生省は記者会見を行い、これまでの新型肺炎の患者数の発表が事実と異なっていたことを初めて認めました。5天以前、衛生部向大家公布北京的确诊病人是37人，现在是339人，增加了302个人，而可能是10天以前20天以前已经发病了，住在某一个医院里，但是并没有发现他。その時までに人民病院での感染者は205人に達していました。多くの医師や看護師も感染して病院はその機能を失い、患者は他の病院へと転送されていきました。人民病院は開設以来85年の歴史の中で初めて全面閉鎖へと追い込まれました。
ご覧いただきましたように正確な情報がない中で多くの医療関係者も院内感染しまして、そしてついに病院は閉鎖に追い込まれたわけです。今夜は現代中国論がご専門の神田大学助教授の興梠一郎さんにお越しいただいています。それにしても病院内でもその黒板に肺炎としか書けなかった、新型肺炎はそれほどタブーだったんですか。そうですね、3月初めに、大事な全人代開催という大事な会議の開催がですね、予定されていましたので、当時衛生省の指示でですね、各病院に、この実態、感染の実態はですね、伝えるなと、外に漏らしてはいけないと言われたと言っております。それでそれを政府系 の、研究所のですね、雑誌が報道しております。とにかく国民の健康を守るということがやはり国家にとっては大切なことですけども、それがおざなりにされて、そして情報が隠されたと、なぜこんなことが起きるんですか。やはり政治構造に一番問題があると思いますね。中国の地方リーダーもそうですけれども、基本的には中央政府を見ながら物事をやっていると、やはり原点主義をなわけですし、あとは官僚主義でですね、やはり失敗を嫌う傾向があると思います。ですから、できるだけ GDP 成長率というのが評価の基準になりますので、外資系企業が撤退するとかそういったことがあるとですね、困ってしまうと、そういった心理的作用があってですね、行われたと。これは、ある意味では天災であって人災でもあると言えると思います。経済市場主義を追求するあまり失敗、減点に結びつくようなことは公表しないという傾向があるということですね。具体的にこうしたその健康被害が情報が隠されたことに広がった例というのは過去にあるんでしょうか。そうですね、実際数年前に河南省で、ある村でですね、エイズが感染したということがありました。その時もやはり地方政府はですね、できるだけこの実態を公開したくないということになりましたけれども、結果として衛生省が調査チームを送り込みまして、実態を把握しました。その時全国ですでに60万人に感染していたと、つまり情報公開が遅れてしまったということですね。さて、続きご覧いただきますけども、もう一度こちらのグラフご覧いただきましょう。4月20日新たな感染者一気に302人と公表されたわけですけども、その後毎日100人のペースで感染者が広がっていきます。ここから中国政府の SARS 制圧に向けた本格的な取り組みが始まっていくわけなんですけども、 NHK は今回、公安当局そして人民解放軍の活動を映しました映像を入手しました。そこから新型肺炎の取り組みをご覧いただきましょう。4月末北京市の住宅街に突然姿を現した白い防護服の一団、北京市公安当局が編成した新型肺炎対策チームです。市民から感染の疑いのある人がいるという通報を受けると直ちに現場に向かいます。この日はタクシーの運転手から乗客が新型肺炎かもしれないという通報がありました。熱が出ているんです。頭が痛い。熱があって頭が痛いんですね。咳が出ますか。時々出ます。熱はいつからですか。多分2日ぐらい前からです。対策チームはこの女性を病院に運び隔離することにしました。さらに運転手にも事情を聞き自宅での待機を指示します。乗せた時は元気だったんです。今日は仕事をしてはいけません。家で待機してください。彼女が新型肺炎だったらすぐに連絡します。今我々は姿の見えない敵に戦いを挑んでいるんです。いつ感染するか分かりません。みんなとても緊張しています。北京市は威信をかけて新型肺炎の治療施設の建設に乗り出しました。郊外にある町松濤山に大手建設会社6社7000人の労働者が投入されました。工期はわずか1週間。
4月30日、2万5000平方メートルの敷地に600の病室のある松濤山病院が完成しました。松濤山病院に向かう救急車の隊列。患者の移送は渋滞や混乱を避けるため深夜に行われました。北京市内の60の病院から680人の患者が運び込まれました。患者の搬入口や病室を監視するオペレーションルームです。どの病院から何人の患者が送られてくるかなど全ての情報を掌握し指示を出します。この病院に課せられた至上命題は院内感染者を一人も出さないことです。三重の防護服、3枚のマスク、さらに手袋を3枚重ね、顔や袖の部分に隙間がないか厳しくチェックします。危険と背中合わせの医療活動。任務を命じられたのは人民解放軍の医師や看護師たちでした。ここに集まった1000人余りの兵士たちは軍隊の厳しい規律に鍛えられたものばかりです。だからこそ全員が一丸となって目的を達成することができるのです。危険区の病棟には必ず2人以上で入らなければなりません。院内感染を防ぐには一つのミスも許されません。互いに監視し合い慎重に治療を進めていきます。最も緊張するのは防護服を脱ぐ瞬間です。マスクは上に外して。下のマスクどうですか？ダメダメ、その前に手袋を消毒して。患者の食事を作るために集められたのは北京の高級ホテルの調理師たちでした。新型肺炎に対する決定的な治療法が見つからない中、患者に栄養をつけて免疫力を高めようというのです。人間ですから食べることが第一ですよ。たくさん食べて栄養を取ってもらいたいんです。食事には調理師の名前と電話番号を記したカードが添えられています。食べたい料理の要望があれば患者は24時間いつでも連絡をすることができます。患者は狭い病室に隔離され、食事の受け渡しさえも二重のガラス越しの生活を余儀なくされています。料理人たちが送るカードは患者と外の世界をつなぐ役割を果たしたのです。愛する皆さんへ最大の敬意を、患者が書いた言葉です。患者の中には新型肺炎で同僚や家族を亡くしたため自分も望みがないと絶望している人もいます。ですから可能な限り精神的な支えを与えていかなければならないんです。6月20日松濤山病院の最後の患者が退院しました。8人の死亡者が出たものの患者のほとんどは回復しました。病院の至上命題だった
院内感染ゼロの目標も達成されました。その4日後 WHO は北京の渡航延期勧告と感染地域指定を解除しました。しかし今後も引き続き警戒を緩めないよう求めました。Many people suspect that this virus come up again in winter because of its seasonality. Yes, it is possible, but we don't know yet. We have to remain vigilant and a surveillance system continue to put in place. 中国総局の加藤総局長とも中継がつながっています。加藤さん、人海戦術も使って一旦その深刻な感染を公表した後、力を入れてかなり対策が取られたんですね。そうですね。北京では、ご覧いただきました公安当局の活動ですとか、松濤山病院以外にも鉄道の駅で全ての乗客の住所、名前や健康状態をチェックしたり、オフィスビルやバス、タクシーなど、公共の場の消毒を徹底的に行うなど、官民一体となった予防対策が取られたんです。一旦やるとなったら国を挙げてとことん行うという強みを発揮できたのは、中国ならではの強力な支配体制があったからだとも言えます。今感染者の数も含め北京はどんな様子ですか？はい、北京では新型肺炎で入院している人が昨日までで27人にまで減りました。町の様子を見る限りでは北京は新型肺炎流行前の状態にだいぶ回復してきたという印象を受けます。ゴーストタウンのようだった一時とは打って変わりまして、通りは車が渋滞し、繁華街にも多くの市民が行き交うようになりました。マスクをしている人もほとんど見かけません。先ほどご覧いただきました人民病院も院内感染対策を施しまして、先月初めに診療を再開しています。新型肺炎の流行前と大きく違うのは、外国からの観光客の姿が見られないことなんですけども、このため観光客に依存してきたホテルですとか航空業界、それに飲食店などは今の大きな打撃を受けています。今回のことで中国の行政が不透明だと、あるいはその報道の規制があるなど、さまざまな問題が浮き彫りになりましたけれども、信頼回復に向けて具体的に中国政府が動き出しているんでしょうか？そうですね、胡錦涛総書記は新型肺炎感染拡大が深刻化する中、先頭を切って頻繁に病院を視察するなど、指導部が対策に真剣に取り組んでいるという姿勢をテレビなどを通じまして繰り返しアピールしました。情報開示も積極的に行うようになりまして、マスコミのかなり突っ込んだ調査報道なども黙認するようになったんです。そして共産党創立記念日の昨日、演説を行った胡錦涛総書記は、国民こそ国の主であると強調しまして、民主化や国民の立場に立った政治を目指す方針を打ち出したんです。ただ13億人の人口を抱える中国では、急激な改革を行うことは大混乱を招く恐れもあるんです。また共産党が自ら既存の体制を変えていくことには、多くの抵抗も予想され、一朝一夕で政治体制まで変えるというのは難しいのが実情です。それにもかかわりませず、胡錦涛、政権が情報公開ですとか民主化を目指す背景には、改革を進めなければ国民の信頼を失い、共産党の支配体制を揺るがしかねないという、強い危機感があるものと見られるんです。中国総局の加藤総局長でした。再び神田外語大学の興梠助教授に聞きます。興梠さん、非常にその危機感を持っているという話だったんですけども、これからその信頼回復に向けて情報公開、そしてその報道の自由化など、もっともっとその中国が抜本的に変わるというふうに見ていらっしゃいますか？そうですね、若干不安が残りますね。まず第一に、すでに報道規制が始まったという動きがあります。例えば今回の一連の事件の検証記事を報道することを控えるような、通知が出たりとかですね、一部、雑誌が回収されたり、新聞の発行が停止になったりとか、こういった動きが起きているのがちょっと気になります。そして変わるためには、その政治構造を変えないといけないということですよね？そうですね、やはり一連の隠蔽工作の背景にはですね、地方